はい、では行きましょう。初期、175、これは高いですね。大体基準170超えたら高いという判断してます。補給が34で圧倒的に低いですね。まずは矢部くん、ウェイ。矢部くんにはここで会っときたいか。これシャッフルしなくていいか。 OK、 シャッフルしなくて、赤1個だけで残りの青全部取れるんで。おいおいおい、まあ補給をね上げときたかったなと思うんだけど、しょうがない。はい、ゴール。よしよし。はい、第2ステージ、宝箱なし。宝箱が欲しいです。まずこっち取って、次上行くか。そうだね、上だね。守備パワー、梶谷さんかな、宮崎さんかと。基本能力はほぼほぼ確定なので会いたいところなんだけど、超回復ちょっとな、赤が厄介なんだよな。歩数あるからシャッフルするか。ナイス、ヒーリング、ヒーリング大活躍の巻。 OK、ウェイ、広角打法最高です。で、赤がそこに、赤じゃないか、青が溜まってる。これもゲットして、ナイス走力、最後ヒーリングで帰れたら。よし、 OK。 いや、動いてますね、ヒーリング絶好調。はい、ステージ3、どうしよっかね。一気に変えるか。バランス的には悪くないので、これ変える必要ないかもな。おい、梶谷さん、走塁、走力、うん、そうだね。パワーにするか。ロマンのあるキャッチャーで。おい、宝箱。うわー、上か。上か。上ですか。まあ、宝箱はね、絶対的に欲しいので、行きますけれども。ウェイ、肩。選手、オッケー。バン、止まる。なんだって。カレンさん、あの中からしか出てこれない。こっち向くなよ。オッケー。いや、逆にそこダメなやつじゃん。おい。いや、カレンさん、そこすげえ邪魔なんだけど。オッケー。オッケーオッケーオッケー。もう怖くないわ。動かないっていうのはないもんな。しょうがない。いや、あそこで、吹っ飛ばしカードを拾う運ですね。これが運命力。さあ、体当たりは？体当たりじゃないか。ホーム突入、つかない。低確率でつくんだけどね。OK。はい、第4ステージ。お主は、8。いやー、パワーヒプルヒ、ハイボ、ザ・ホームランを狙える選手。ガンダーか。ガンダーから今度は何が欲しいかな。やっぱこの辺に来ると、うい。ダメか。プロ入りカードが欲しいところ。肩回復。補給が低いので補給を上げていきましょう。さあ、あー、これは会える歩数だな。早いよー。パワー肩の葵さん、位置近い。ただし、葵さん、すぐ下に行く傾向があるんで、まあ、簡単には会えないですね。まあ、やや左下かな、向いてるのは。いや、上来るかな。いや、やっぱ下だよね。OK。あ、ここで会えるわ。跳ね返ってきたところしっかり見とけば、行く方向で出会えます。で、ガンダーもね、直線方向で大体来るんで、これで会えるんだけど、こう回りたいんだよな。歩数の無駄になっちゃうんだよね。はい、ヒーリング残念。
おっと、無地が輝く、素晴らしい。ここで変なこと起きんだよ。おい、あーおい、ガンダ、もう一回持ってこいって。マジかよ、あいつ落とすのを知ってて先に持ってきた説あるね。はい、担当。これは補給だな。はい、肩、狂犬病、相変わらずの狂犬病。ゲイ、いやー、もったいねえなー。あ、これはなんだ、ボナス絶対確定で出てくるやつ、なんでしょうね。これはダブルアップかそこらかなですね。もう何か分かっちゃうところが、今宝箱が出てこなかったので、捨て子での宝箱は、1個2個確定で出てくるはずなんですけど、これで出てこなかったからボナスだなという判断をしました。はい、プラ7、でかいなー、やっぱマイナス6。プロ入り持ってないよね、カード何も持ってない。どうしよっかな、ミート取ってからシャッフルするか。ほい、先週ナイスロペス、さよなら、アンダー男。あとワンランクずつちょっと上げたいんだけどな、無理だな、来なかったな。肩乾燥させるか、パワーを乾燥させるか、ここは能力的にパワーですね。いやー、乾燥しない、全然しない。はい、ということで狂犬強打のゴリラ、相変わらずですね。ということで名前設定していきたいと思います。はい、名前設定してきました。名前ゴッツ、星542、5と2しか取ってないんだけど、ゴッツという名前にしてみました。これは広角打法もあるし、弾道4のパワー S の97、これは打ってくれるでしょう、期待しましょう。はい、ということで1年間オートペナント回してきました。結果はこちら、打率3割1分8厘で第8位ということで、あまり打てていなかったという感じですかね。安打数173で第3位、それと2塁打はこちら1位になります、34本、でホームランが37本で3位ということで、タイトル取ったのは新人王、それとベストナインの2つだけですね。いやー、もっと活躍してくれると思ったんだけどね。三振は103、盗塁こちら6です。そして猛打賞は14回ということで、 OPS はこのような感じ。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチー。